何ガン飛ばしてんだこれ強そうなおっさんじゃねえか。おい、その喧嘩買ってやるぜ。俺もおっさんみたいに強くなりてえ。ちょっとすまない。あんたがこの店のマスターか。ええ、そうですけど。広瀬一家の親分を見なかったか。ん、親分のお知り合いの方ですか。ああそうだ。今日は来とりませんけど、どうかされました。いや、ちょっと訳あって、親分の行方を探してるんだ。どうせまたどっかぶらついとるんじゃないですか。いつものことですよ。あ、そうだ。どうした。親分に先月のツケ払うように言うとってくださいよ。まったく、こっちはうさく言わんと全然払ってくれんのじゃけ。ああ、わかった。携帯あるか。ええ、そこのカウンターに置いたままだけど。ちょっと見せてもらうぞ。何か分かった。いや、何もわからない。親分が携帯を持ったのは最近か。いや、ずいぶん前から持っていると思うけど。そういえば、いつもデータを初期化してるって言ってた。遊んでるのがバレると面倒くさいからって。そうか。
探してる。それとも本命は親分の連れてる赤ん坊の方か。ぐだぐだ話すより踊りの体に聞いた方が早そうじゃんよ。ここで蹴りつけたんだろ、キリュウ。堂島の龍がなんぼのもんか、見せてみや。先に手出してきたのはそっちだぜ。おう、ちゃったら殺せや、やってみ。こっちは死ぬ覚悟ぐらい特訓できとるんじゃ。ほら、殺せ、早うやらんかい。くだらねえ芝居はよせ。大声出してるとこ見ると他にもまだ近くに仲間がいるようだな。が、なんで広瀬の親分を探してる。知らん。わしらは腰水の頭に言われて動いとるだけじゃ。広瀬と赤ん坊を見つけてガロンされろって、それしか知らんのじゃ。ほんまじゃ。今どうしてマスゼのおじき、東京でなぜ仕事に行っとらず。東京の仕事ってのは道場会の染め跡杯交渉とか言うとった。なるほど。だが多分あいつはお前らに嘘をついて。何の話じゃ。マスゾエの時期が何じゃ言うじゃん。いずれお前らにも分かる。オードリー、キリュウ、いつかぶち殺しちゃうぞ。これ以上痛い目に遭いたくなきゃ、おとなしく黙ってる。
ナック砂時計。ここか。すまない。あんた、この店の人か。あら、初めてのお客さんね。うちはめったに店開けとらんのに、ようこがなとこを見つけたね。それとも、どなたかのご紹介？このマッチを持ってた人を探してるんだ。広瀬一家の親分なんだが、最近この店に来なかったか。思ったより早くいらしたんですね、桐生さん。俺のこと、誰から？広瀬の親分さんよ。今日店を開ける前、うちに来てくれんさったんよ。なんだと？あなた宛てに伝言を預かっておりますよ。これから龍南神社に来てほしいと。場所わかる？ああ。この間、スナック清美のママに案内された。清美さんね。やっぱり、男は美人のママがいる店がええか。親分はここに来た時、赤ん坊を連れてたか。かわいい子じゃった。そうか。わかった。助かったよ。いいえ、どういたしまして。
行きつけを思い出してスナック砂時計に行ったんですわ。そうか。それより小清水を起こせ。そいつに聞きたいことがある。そんな必要はねえよ。そのまま寝かせといてやんな。どうせ大したことしちゃいねえから。桐生さん、あなたが知りたいことは全部この俺が知ってる。さてと、どこから話したのか。まああれだ、まずは一言謝っとかなきゃいけねえな。桐生さん、あんたのところの坊主黙って連れ出して悪かったよ。小清水たちが坊主のことを探し始めてたんでね、俺もちょっと余裕がなかったんだ。おいならおいで連絡くれりゃよかったじゃん。わしら最初は親父さんがハルトをさらったと思っとったで。お前らをどこまで巻き込むか、なかなか腹が決まらなくてな。どういう意味かいの。俺にはさ、ずっと前からお前らに隠してきたことがある。ケルさん、あんたにもだ。サウナハルカって女の子と、そこの坊主はね、この町を出てから神室町で事故に遭うまでの間、ずっとこの俺が面倒見てたんだ。な、おやさん、なんじゃそりゃ。わしらが今までサウナのこと一言も聞いてらせんで。どがになったんじゃ。誰も知られないように囲まってやる必要があったんだ。その坊主は生まれる前からいろんな連中に狙われる運命でね。あの達官は坊主の父親じゃなかったってことは桐生さんが神室町で確かめた通りだよ。坊主の本当の父親は別にいる。そいつから坊主が受け継いだ血筋に価値を感じる連中が山ほどいるってわけだ。広瀬の夜、それじゃあなたはハルトの本当の父親を知ってるんですね。そいつはあんたもよく知ってる男だよ、キルさん。この場にいる全員がよく知ってんだ。何？坊主の本当の父親はね、まさか、お前が。
さに言うた。俺らの目の前にずっといたそいつは沢村ハルトの父親だ。嘘じゃったら嘘
そと正直に言え。自然とそうなったから。だって一回だけだったんです。まさか一回だけだよ。よせ、今そんなことしてる場合じゃねえ。親分、俺には腑に落ちません。ユータ本人も知らなかったのに、なんであなたはハルトの父親がユータだと。確かにそうじゃん。いろいろややこしい話でさ。な、そうだろ。お前はマスソエ、なんでお前がここに。マスソエ、広瀬さん、約束は守ってもらいますよ。これで俺はもう採用界にも陽明連合界にも戻れなくなる。今あんたに見捨てられたら俺にはもう逃げ場がない。なら全部ごまかさねえで話せよ。そうすりゃどこでも逃げられんように、俺からクズ会長に口聞いてやるから。は、話がまるで見え。一体何なんだこれは。父親としたかってどこまでだったよな。そもそもの話、一番最初に沢村遥香の名刺に気がついたのはこの松江と達川でね。それがなぜかっていうと、こいつら雄太のことを崖の頃からずっと監視していたからだ。雄太を監視？なんだよそれ。なんで俺が監視されなきゃいけねえんだよ。それはお前が三王会の後継者だからな。ああ？宇佐美雄太は三王会の総帥老の血を引く実の息子だ。な、何言ってんの？老の息子だ。ジミー・ロウ、三ヶ月前にカムロ町で殺されたはずだ。話が見えねえぞ、マスオエ。ジミー・ローの正真正銘ボスの息子だが、宇佐美雄太はその弟。つまり、ジミー・ローがカムロ町で死んだことで、そいつは、三王会の正当な後継者になったんだよ。企業さんたちにも分かるように説明してやるんだな、マスオエよ。採用界ってのは昔から弱肉強食の大陸を生き抜いてきた中国マフィアだ。だがそんな内部でもボスの座を狙って手下どもの裏切りが繰り返されてきた。だから採用界のボスはその防止策として血の絆を何より重要視する。血の絆？血縁ってことか。組織の幹部は常にボスと血のつながった身内で固められる。あのエドもボスのいとこでな。そして組織の後目を継げるのはボスの血を分けた子供だけだ。だがボスの後継者になる子供が2人以上いれば何が起きるか分かるだろう。後目争いだ。後継者一人一人にそれを担ぎ出す派閥が生まれて、組織は敵味方に割れる。だからそれを避けるために、採用界歴代のボスは2番目以降の息子を遠くに送って隔離してきた。殺さずに生かしておくのは長男にもしものことがあった時後継者の
保険になるからな。ユータがその保険師なわけか。そんじゃこいつも混じりっけなしの中国人なのか。そんな話急に言われたって信じられんかよ。信じる信じないはそっちの勝手だ。だがお前は親のことを何も知らず、物心つく前から施設で育ったろうが、俺と立川はそんなお前をガキの頃からずっと陰で保護してきたんだよ。真実に気づかせないように、死なさないように、何年もの間な。それが西洋界から俺たちに与えられた命令だった。俺たちは親に捨てられ、西洋界に拾われた兵配置だ。組織に与えられた人生しか許されねえ。それじゃ立川はそのために俺のダチになったのか。ガキの頃からずっと。あいつはお前に中国語も学ばせたろ。そう押し向けるためにお前好みの中国娘を手配したのは俺だったがな。それもお前が万が一後継者になる場合に備えてのことだ。俺たちはお前の全てをすぐそばから監視していた。何から何まで俺のことを見てたってのか。沢村遥との出会いから慣れ初めもな。なんなら全部この場で言ってやろうか。だからこそ俺たちは彼女が妊娠したことにもいち早く気づいた。バカなお前はその時も何も知らず脳天気にしてたもんだ。それでお前は立川と一緒になってあの子に子供を産ませって知ったんだよな。そうか、ほんなら清美さんはその電話を聞いたんじゃな。立川が赤ん坊路線言うとったのはその時のことだったんじゃ。血の絆を重んじる組織が日本人の汚れた血など許すわけがなかった。それに保険でしかない後継者の血筋が無駄に増えれば後々組織に災いを招く。余計な目を積むことも目付け役の仕事だ。おとれ勝手なことやってからに。だがその矢先、今から1年半前、沢村遥はこの町から忽然と消えた。そこに広瀬さんが俺らの前からずっと彼女を隠してたんだ。ですよね、広瀬さん。その時俺が真っ青の顔したあのお嬢ちゃんに会ったのは散歩がてらのほんの偶然だったんだよ。自分が選んだ男が中国マフィアのボスの子が並んだのって聞かされてさ、その先生に中絶迫られたそのすぐ後だぜ。普通でいられるわけねえよな。あの子が事情を話すまではやらず時間がかかったけど、まあ俺の方にはいくらでも暇があったからさ。あの子は自分の腹の中にできた小さな命をさ、でたらめな理由で殺すなんてことが許せなかったんだよ。てめえの都合で子供を振り回す親だったのに、なんか思うところがあったらしいな。要するにその坊主には目っぽう強い母親がついていた。俺らはその母親に子供の道がと場所を用意してやっただけだよ。そのおせっかいのおかげで俺と立川は沢村遥を見失った。だが俺たちはそのヘマをボスには報告しなかった。所詮宇佐美優太は保険の後継者で誰にも注目される存在じゃない。立川と俺が黙ってりゃ優太本人でさえ知らないことだ。何もなかったことにして済ませられるはずだった。その後西洋海がカムロ町に進出してきたが、
俺と立川はそのまま隠し通すつもりだった。だがそうもいかなくなっちまった。牢の長男が神室町で岩見恒雄に殺されたからか。ああそうだ、ジミー・ローが殺されたことで雄太は後継者の保険から本命に格上げされた。そして組織は雄太を採用会の後継者として迎え入れるために徹底的にその身辺を洗い始めた。つまり俺らの隠したヘマがバレるのは時間の問題だった。だから俺と達川はそれこそ血眼をもって沢村遥の行方を追ったよ。組織に気づかれるより先に俺たちが赤ん坊を見つけてボスに報告するためだ。それ以外に俺たちの助かる道はないと思った。先に沢村遥と赤ん坊を見つけたのは達川だった。この神内町からそう遠くねえ偏僻な集落で広瀬さんにかくまわれていた。俺たちはそれを知ると全てをボスに報告し、報告を聞いたボスは何の躊躇もなく赤ん坊の始末を命じてきたよ。踊れ、一体何じゃ小柄な赤ん坊を本気で殺そうっちゅうか。あの牢がそんな血なんてもんにこだわる、くだらねえ男だったってのか。あなたから見りゃそのくだらねえことが、あの最悪会って組織にとっては何よりも大事な掟なんだよ。価値観の違いってやつだな。赤ん坊の所在を突き止めた俺たちは機会を待った。沢村遥と赤ん坊は広瀬さんから失踪したように見せる必要があったからだ。もし採用会の赤ん坊を始末されたと雄太が知れば、死んでも後継者になるとは言わねえだろう。だがそこで俺の予想もしてなかったことが起きた。達川がボスから始末するように言われたその赤ん坊を採用会に敵対する岩に爪尾に売ることで寝返ろうとしたんだよ。達川は命令通り問題の赤ん坊を殺したところで採用会に許される保証はないと踏んで岩に爪尾を頼ったってわけだ。そして奴は俺の目を盗んで沢村遥と赤ん坊を神室町におびき出した。その後一体何があったのか。あの日神室町に出てきた沢村遥を引いて逃げたのは達川の車だったんだよ。達川の遥ちゃんを、あいつはなんでそんな真似を。これは俺の想像だが、あの事故は達川にとっても望まない結果だったはずだ。結局達川はあの事故で赤ん坊を取り逃したわけだからな。達川が遥を引いたって話、本当に間違いねえんだろうな。はあ、確かだよ。そして事故以来姿消してた問題の赤ん坊はいつの間にか堂島の竜の腕の中にいたってわけだ。一体何がどうなっとる。赤ん坊を岩に爪尾に売ろうとしたことがバレてな。
あいつの殺され方見たか。そばで死んでた恋人の女はあいつがエドに脅されながら自分の手でやったそうだぜ。エドが笑いながらその時のことは話してくれたよ。エドは女が死ぬのを達川にじっくり見せつけた後、喉を切り裂いて心臓をめった刺しにした。いくら採用会に忠誠を尽くそうが、俺もいつ達川と同じ運命になるか分かったもんじゃねえ。何を泣きよるんじゃ。自業自得じゃろうが、バカだね。俺が知ってることはこれで全部です。広瀬さん、約束通り俺をかくまってもらえるよう黒須会長に言ってもらえますよね。南雲、坊主をしっかり抱いてろ。なんでお前がここに。
どけ。邪魔だ。再会したくはなかった。今日はこれで失礼します。はぐれちまったんで、ハルトのことは頭が連れて逃げたはず。うまく連中を振り切っててくれればいいさ。どうなったかわからないってことか。ええ、でも組の事務所で待ってれば連絡があると思います。
あいつは漁協の連中も捜査に手を貸すじゃろう言うとったで。さらわれたのはあの遥かさん若ん坊じゃけ。兄貴、聞いての通りじゃ。船まで案内しますけ。おやすさんたちも向かっております。はよ。おい、何しとるんじゃ言うた。何しとるんじゃ言うた。踊れ、抜けとる場合か。こいつにムカついてるのはこの俺だ、ナコ。ユタ、俺が今何に一番怒ってるのか分かるか。お前がハルカとやったことでも、それを隠していたことでもねえぞ。じゃあ、何なんすか。これまでのお前なら、目の前で赤ん坊をさらわれりゃ、一文二もなく助けてって立ち上がったはずだ。南雲たちのようにな。なのに今、お前が立ち上がれない理由は何だ。自分にマフィアの血が流れてるからか。それともお前のその血をハルトも引いているからか。だがどっちにしたって同じことだ。そんなくだらねえものに惑わされてるんじゃねえ。誰の血を引いてるかで生き方が変わるな。誰の血を引いているかで人を見るな。それができないかじゃ、お前も結局老と何も変わりはしないぞ。俺は命に代えてもハルトを取り戻す。お前はそこで指くわえて見てる。だが、その時は二度と俺の前に面を見せんな。わしが言いたいこと、兄貴が全部言うてくれたわ。兄貴、イーノが船を出したはずじゃ。
よし、こっちはいつでも出れるで、南雲。待ってくれ。さらってった連中は何者なんじゃ。ノー、兄貴。あいつらは人望派だ。連中の中に反準備がいた。間違いない。あいつが気持ち悪い。誰がさらったにしても黒幕は恨みつながだろう。おや、俺にはまだよくわからないことがあります。なんだ。このおのじと西洋界とのつながりです。ん？ユータはガキの頃からこの尾道に至って話してきた。マスゾエ携わって兵配置の二人も昨日今日尾道に潜り込んできたわけじゃない。西洋界と尾道の間にはずっと前から何か因縁があったはずです。さすがだね。けど因縁はあなたが思ってるよりもずっと古い。一ノ鈴木会長と採用会との付き合いは戦前からあったらしいね。戦前言うたら70年以上前じゃん。会長はともかく王はそこまで欲しい子なんじゃろう。うん、だからその頃の採用会の頭は古いの存在だよ。で、戦争で一旦切れていた付き合いがまた始まったのは30年ぐらい前だな。西洋会は黒に代替わりしてた。30年前。その時二つの組織をつないだのがさ、
低廃棄の復興ビジネスだよ。低廃棄ってのは戸籍のない中国人の子供たちだ。今はその子たちを尾道に向こうさせてよ。クルス会長がその受け入れを頼まれてた。しかも会長はその低廃棄の子供たちにやめて日本人の戸籍を作ってやってさ、ざっと1万人ぐらいの子がそうやって人の目を見ることができたんだ。俺も若い頃はその事業を手伝ってたよ。おやっさんも曽我のこと初耳ですわ。お前に言ってねえことなんかまだ山ほどあるんだから。おや、その兵配置の権利はクルス会長の息子岩見常雄も絡んでいたんですか。ああ、常雄の野郎と話す機会はあったろうな。そうか、それが尾道と西洋会を結ぶ因縁だったってことか。その因縁じゃったらもう一つあるじゃんか、兄貴。これ、アジア街で牢が中国語でつぶやいた尾道の秘密通りのやつじゃん。一員、牢が到達的地就算他们正不能给人知道的秘密。何だそれ、聞いたことない。いや、わし、それ少し心当たりあるぞ。何なの。クルス会長はやたら政治家に顔が得るっていう話なんですけど、地元の政治家だけと違います。そのもっと上の位置、昭和のフィクサーいう日本の黒幕とも太くつながってるっちゅうんや。それが会長がなんや説明のつかん力を持ってるおかげじゃろうて。尾道の秘密っちゅうのはそのことなんじゃ。なんじゃその昭和のフィクサーっちゅうのは。もしかして大道寺になるか。大道寺、おお、確かそんな名前の字じゃ。よう知っとったろ。前にテレビでやってたのを見たね。戦後なんか事件があるととりあえず何でもそいつのせいだって言われた嫌い者の小さでさ、陰で日本の政治を操っとるっちゅって。オイルショックもバブル崩壊も全部そのフィクサーの陰謀なんでさ。くだらんよた言いよって、どうせ踊れの話はまたどっかの雑誌ネタじゃろうが。おお、見えてきたね、まさそこじゃ。兄貴、あれは造船に使う資材じゃ。わざわざ陸にでっかいの積んどくより広い海で浮かべとく方が糸やらなんやらで便利だ。あそこにあるとか。よう、キリュウさん、悪いが俺というのは船で待たせてもらうよ。ええ、もちろんです。なあ、お嬢ちゃんたちのこと隠してて悪かったな。俺も迷っちゃいたんだけどよ、坊主が無事でいるうちは俺らにいろいろ確かめたいことがあってね。まあ結果がこのためだけどよ、坊主のこと頼むよ、金城さん。それとさ、いつだったかお嬢ちゃん、親として坊主を育てる自信がついたら沖縄に帰りたいって言ってたぜ。あらるかが。あの子があんたにも黙って消えたのはさ、いつかあんたのところに帰るためだったんだよ。俺たちでハルトを無事に取り戻してきます。おや、キリュウの兄貴。ああ、
からだ。行くぜ。正確に言えばそれができるのはユウタ君だけです。
お近くにいるようでしたら彼にお伝えください。太陽界の牢を殺すように。なんだと。ユウタ君なら父親である牢を警戒させることなく近づけるでしょう。ですが我々には牢の所在をつかむことさえ非常に難しい。実際アジア街にあなた方が乗り込んでいった時、あの牢が姿を現したのは実に2ヶ月ぶりのことでした。そういうことだったか。お前らユウタに牢を殺させるためにハルト。期限は3日。ユウタ君も牢を殺せばさすがに生きては戻れないでしょう。しかしもしやっていただけないのであれば。ハルトを殺すのか。まだ言葉もしゃべれない。一人で立つことさえできない赤ん坊。お前のスポーツマンシップであるはどこにいた。男として美しくありたいとか抜かしてなかったか。くったらねえ真似するな。俺と蹴りをつける。半熟気こんな風すぎ。お前に会いに行くのは俺一人だ。だがそっちは何人いようが構わない。お前も男だったら逃げずに受けろ。聞いてるか。わかりました。桐生さんがお一人でいらっしゃるとあっては、お迎えしないわけにはいきません。私の言葉までたどり着ければの話ですがね。お待ちしています。桐生の兄貴、どうなったんです?今のでは、何の準備からですよね。聞いてた通りだ。ここかかさせきは、俺一人で行かせてもらう。兄貴、行かんですって。まだ相手は何人おるかもわからんのじゃ。いくら兄貴でもたった一人じゃ。正義でいけばハルトの安全は保証される。他の交渉材料を思いつく時間がなかった。そうハルトは必ず俺が取り返してくる。俺に任せてくれ。
っしゃってた通り、本当にお一人でここまでいらしたんですね、桐生さん。そっちは何人いても構わねえと言ったはずだぜ。あいにく残っているのはもう私一人だけです。どのみち人軍派という組織はこれで終わりでしょう。一つだけ確かめておきたいことがある。お前らをバックから動かしているのは岩見つねおで間違いねえな。ええ、アジア街の火事があった後、我々に近づいてきたのが岩見つねおでした。東上界と西洋界の抗争を煽れるだけ煽ってほしいとね。なるほど。その見返りに受け取った金でスターダストを買収したわけか。彼は金払いのいい男です。こちらもその分の仕事はしましたがね。あいにくローは取り逃しましたが、息子のジミーローを殺したのも我々です。おはよう、元気？そうそう、あの達川君とも仕事をしましたよ。あの日カムロ町で達川君が沢村遥を車で引いた時は、私もあの場にいました。なんだと？達川君が赤ん坊をさらうのを見届けるのが我々の役目でした。目的は今回と同じように裕太君に牢への刺客となってもらうためです。なる。なんで達川は遥を引いた？達川君はドジを踏んだんですよ。誰もあんな結果を望んだりはしていません。あの事故の数日前、達川君は広瀬の不在を狙って沢村遥の前に姿を現しました。身を隠していた彼女には衝撃だったはずです。しかし達川君は何よりもまず沢村遥に敵意がないことを示しました。組織に逆らってでも彼女たちを助けたいのだと、そのためにもっと安全な場所に逃がしたいのだと潮らしく訴えたそうです。その気になればいくらでも手を出せる状況で自分たちに手を出してこない。その上達川君は彼女に赤ん坊を連れてカムロ町に向かうよう伝えただけでその場を立ち去りました。そんな彼をお嬢さんが疑い切れなくても責めることはできないでしょう。達川、なぜ遥をわざわざカムロ町におびき出した？沢村遥が隠れていた集落が非常に狭く、ことを起こせばすぐ騒ぎになります。しかし裕太君を刺客として牢へ放つまでは赤ん坊の誘拐を誰にも知られるわけにはいかなかった。その点カムロ町なら誘拐の舞台にうってつけです。たとえ悲鳴を上げられようが、そうだね、では誰も気に留めません。みんな好奇心旺盛なんだろうね。そしてあの日、カムロ町のある地下駐車場で達川と落ち合った彼女は赤ん坊と一緒に車に乗り込むよう言われました。その車に乗せさえすれば達川は彼女たちを岩見つねおの元で監禁できたでしょう。しかしだからこそ沢村遥はその土壇場で達川を信用することができなかったようです。そして
もしあの時彼女が車の衝撃で手を離していれば、赤ん坊はコンクリートに叩きつけられていたでしょう。しかし彼女は決して子供を離そうとはしなかった。母親の強さというのは大したものです。そうか、テメルが吐くか。あれは事故ですよ。それに我々はただ岩見恒夫の指示で動いただけです。半熟期、お前がそこまで話すってことは、俺に殺される覚悟ができたってことか。いいえ、ただあなたを殺してしまった後では何も教えて差し上げられないと思いましてね。それではさすがに気の毒です。ですが、これで思う存分あなたとのケリをつけられる。ここに我々を止める者はもう誰もいません。思う存分殺し合いができますね、キリンさん。嬉しいよ、みんなに興味を持ってもらえるのは嬉しいな。これが人言派の最後の話だ。私が自分の誇りにかけて戦うだけの価値がありました。あなたにだったら殺されても悔いはありません。子供の前でそんなくだらねえ真似をするつもりはない。いつまでそんな甘いことが言えるのか。岩の末をも老もその赤ん坊の命を何とも思ってない男たちですよ。彼はどんな手でも
平気で使ってきます。それでもあなたは泥沼の殺し合いにどっぷり浸かりながら筋を貫いていくんでしょうね。あなたならいつか尾道の秘密にもたどり着けるかもしれない。尾道の秘密か。何だって気がする。誰が何を隠している。隠しているのは陽明連合会のクルス会長です。そしてその秘密をあの老人が独占していることのこと、表示の力の根源が。
案外無能じゃねえってのが厄介でね。クルス会長も長い顔してるよ。親分はクルス会長とはどういう。まあ茶の間友達みたいなものかな。ほんまですかい。年取るとじじい同士でしか話せないこともあるからよ。ただそれでも俺は尾道の秘密なんてのも会長から聞いたことがなくてね、いまいちピンとこねえんだよな。ありもしない秘密が噂だけで一人歩きしているってことかもしれません。それより兄貴、ハルトは今夜はどうします？ここに劣ってもまた本家の連中にやられるかもしれない。とりあえず今夜は俺のアパートに連れて帰る。ここの町はあそこが一番の町だろう。ああ、そうですか。お前も来い。狭いとこだが何とでもなる。いいな。ああ、遠慮なんかするな。ありがとうございます。